どうも皆さん、こんにちは、ピノニチコです。ということでね、デルステやっていくわけですけれども、キララファンタジーの方ですね、スローループが追加されまして、私、コイちゃんに一目惚れしたわけですので、聞こうかなと思ったんですけれども、召喚にコイちゃんいないんだよね。私があったかくてもで、イベントっていう、すごい、だから安心したんだけど、星5じゃないっていうクエストがあるっていう形でございます。ということで、コミの方やっていきたいかなと思ってます。もう少しでラビューダトライアングルが始まるんですけど、ちょっとラビューダトライアングルのコミをやるかわからないんだけど、めっちゃ楽しみにしてるから、やりたいなとも思ってるので、先にちょっとミルキーウェイを終わらせなきゃなということで、今回コミ動画撮っていこうと思います。いきましょう。はい、ということで今回は5話ということでございますね。前回が確か自分たちなりの答えを見つけたという展開になりまして、そこからどうなるのかといった形でございますけれども、行きましょう。もうエンディング近いですからね。早いね。さてと、オートで進めていきましょう。来ました。運命の瞬間。ひな子たちは強くなって帰ってきました。ユニット曲に込める真由たちの思い、きっと届くはずです。行きましょう。いい答えを作ってましたからね。ひな子たちの絆パワーを認めてもらいますよ。絆パワーってなんかどっかどっかで聞いた気がすんな。もう一回再び新曲だなめの打ち合わせが広く、聞いてください、はい、あれから二人で曲の方向性について考えてみたんです。なるほど。自分のイメージを表現するだけじゃなくて、もっと大事なことをちゃんと意識して、アイドルユニットの曲だってプロデューサーさん言ってましたもんね、うん、そのことちゃんと分かりましたよ。結構ね、撮影のね時間が空いてるのでなんかちょっと若干忘れてるんだけど、答えを見つけたみたいだよね。はい、今度はちゃんと自信があります。よかった。前回の打ち合わせでひなこさんは自分で絵描いて、すごい一人で2時間ぐらい喋ってたんだよね。私たちらしさそれならやっぱり恋の歌がいいなって。なるほど。でも自分たちの恋をそのまま詩にするんじゃなく、恋をしている幸せな気持ちを伝えたいんです。なるほどね。はい、曲を聴いてくれるみんなに届けたいです。ひな子は妄想が大好きです。でもこの歌で伝えたいのは妄想の中身じゃないんです。すごいひな子さんが深いこと言ってる気がする。大好きな妄想で無夫婦な気持ちになっている、そんなひな子の心を伝えたいんです。あ、なるほど。ファンの人にも無夫婦な幸せを感じてほしいんです。あ、すごいまとも言ってる。恋をしている人ってキラキラしていますよね。そんな姿って応援したくなるじゃないですか。そうね。まゆたちもきっとそんな風に、まゆたちの心を感じてファンの皆さんにも素敵な恋がしたいって思ってもらえたら嬉しいなって、いいですね。まゆたちが歌うアイドルユニットらしい曲って、プロデューサーさん、そういうことですよね。そうね。我々はほらね、もう事前にギュッとミルキーウェイで曲を知ってるので、なんとも言えないですけどね。やった、やりましたね、まゆさん。だからこの顔好きなんだよ。2人で頑張りましたよ。はい、よかった。あ、よかった、よかった、まゆ、よかった。そこもちゃんと考えましたよ。素晴らしい、さすがですね。前のドラマチックひな子ファンタジーも大事なんですけど、そんな場合があるんですね。ドラマチックひな子ファンタジー、同じ気持ちになってもらえるのが大事なんですよね。はいはい、なるほど。だから波乱万丈なストーリーよりももっと
身近で普通の人が恋をするようなイメージの方が。どっちかと世界滅亡を浮気するから。でもひなこさんの波乱万丈ソニーで絶対に入れてほしいワードはあるんですよ。なんだろう。ちゃんとリストアップしてあるので、ここに巻物みたいにシャッてする。ひなこちゃん、そんなに急いで行ったら皆さん困っちゃいますよ。そうですね、うん、すみません、まあ、いいよ。やっぱり妄想は止まらなくて。ひなこさんの話に2時間ぐらい来たってね。プロだな。プロだな。ひどい。それなら眉からも。なんでしょう。みんなが憧れるような恋のフレーズ作りお手伝いさせてください。あ、いいよ。眉は大事から改めてよろしく。はい、お願いします。私もちょっと。でもとても充実した時間でしたね。疲れちゃったんですけどね、今ね。それにまゆも生き生きしてたって思います。はい、とっても幸せな時間でした、うん、曲ができるのすごい楽しみです、うん、あ、二人ともお疲れ様です。お疲れ様です。新曲の打ち合わせと聞きましたよ。喉を潤すお茶でもいかがでして。うん、いいですね。ヨシノンの入れたお茶飲んでみて。 ありがとうございます。抹茶なのかな、緑茶なのかな。時間を忘れちゃってたくらいで。して結果は、いえ、お二人の顔を見れば答えは明白ですね。そうね、お仕事大成功、いえ超成功と言いたげな顔、お手本のようなドヤ顔ですね。ドヤ顔してるんだ。ひなこたちやり遂げました。プロデューサーさんたちのお墨付きです。そうね、私たちはお墨をつけました。はい、どんな歌に仕上がるんですか。それはもう素敵な曲です。まだ形にはなってないですけど、でもとびきりの気持ちを込めて、できてからのお楽しみです。あ、終わりですね。今日若干早いな。なんでだろう。8分半。今はい、まあそんな感じでございました。まあね、5話が終わりまして曲ができたということで良かったね。ミルキーウェイできました。いや、ね、すごい和やかなストーリーが後半続くなと。前半結構波乱だったんで。後半和やかななんというところで、次がエンディングになりますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました、バイバイ。あ、登録の方もお願いします。